FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏美の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と、夏美のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を、夏美さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、では久しぶりに、ツイッターの方もちょっと、はい、ね、お知らせしておこうかな。僕らツイッターの方もやっておりまして、はい、ハッシュタグメンヘラジオで、検索していただければ、はい、出てくるとか出てこないとか、はい、いや出てきますよ多分ね、はい、うん、でこれね、うん、不思議なもんでね、ハッシュタグメンヘラジオで検索したらね、うん、トップの方にね、なんか、うん、なんていうの、あなたの命を守るみたいなさ、うん、自殺防止センターみたいな、うんうんうん、なんかスポンサーじゃないけど上に上がってくんのよ。あ、そうなの？そうそうそう、やっぱメンヘラって言葉になんかちょっと、あ、なんていうのかな、そこにちょっとついてんのかなそうそうそう、そうなのかもしれない。はい、まあでも、僕らのね、アカウントというか、うん、はい、そこにももちろん、出てきますのであ、出てきてる出てきてる、東京自殺防止センターって出てくる、出てくる出てくる、そうそうそう、2番目に出てくるそうそう、その下に僕らのアカウントありますので、よかったらフォローの方、はい、はい、よろしくお願いします。あの、健太さんは主に、うん、紹介とかをやってるけど、私はちょっと自由に関係ないことを載せたりしています。あ、はいありがとうございます。はい、では、本日が、うん、年明け一発目の収録となっております。収録 ね、放送自体はもう何回か済んでると思うんですけれども、うん、今日が1月11日水曜日、第17回の収録ですね。はい、はい、こちらは放送日が1月23日月曜日、まあ本日だよね、うん、後半じゃん、うん、1月23日となっております。はい、はい、今年もね、まあ僕も38になったということでね、うん、で今年からはね、いろいろやってることもありますんで、うん、まあそれは後ほどご紹介させていただくとして、はい、ではまあ本日もね、うん、皆さん最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、123だ、123、1月30、はい、123よろしくお願いします。よろしく。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。メッセージも感想もどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします今ちょっと、ね、ちょっとなんかトンネルの向こうで聞こえてた感じが面白かったねちょっとなんかエコーのカフが上がってたみたいで、うん、はい、面白かった今のなんでと思ったから、そういうのどんどんやっていこう。いや、いいよで、今日はね、はい、トークを決めて、トークというかテーマを決めて、うんうん、トークをする回ではなくて、はい、はい、先日、1月の6日ですね、はい、たびたびこのラジオでも、案内させてもらってました、バリバラ、NHK のね、NHK のバリバラが、先日放送されたということで、はい、無事ね、そうね、ちゃんと放送されて、うん、
夏美さんと一緒に僕らも、リアルタイムで見てたんですけれども、うんうん、見ました、はい、夜ね、でね、うん、同じようにね見てくれた方からは、うん、それぞれね良かったよとか言ってもらったりして、うん、はい、なので今日はそのバリバラの放送の裏話じゃないですけれど、うん、あんまりね、まあ、放送するまで告知ぐらいでそこまで話してなかったと思うんで、ちょっとバリバラのね放送収録の様子ですとか当日の振り返りみたいなの、あとね放送後のまあここをもうちょっとこう言いたかったんだよ私はっていう補足説明みたいなのがあれば、はい、ちょっといろいろ聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、でちなみにですが収録したのがね、うん、いつだったっけ11月か11月だったっけ、うん、あやふやだの、あやふやだよ、11月11月25とか、そうそうそう、11月の後半に、私たち夫婦ね、うん、原さんの案内のもと大阪の方に向かいまして、うん、うん、そんで緊張したな、そう2泊3日でねちょっと大阪の方に滞在して、はい、NHK 大阪さんの方で収録もさせてもらったんですけれども、はい、僕の方はね特に何て言うのかなスタジオで収録とかはなかったんですけど、うん、これまでね原さんが僕らになんかついて、うん、ちょっとカメラ回していたおかげもあってか、うん、はい、僕もなんか無事夏美さんのバーターで全国放送デビューみたいな、バーター、そうそうそうバーターが分からんけどさせてもらったんですけれども、はい、収録と夏美さん、NHK 大阪のスタジオの様子とかはいかがでしたか？あのねなんかね広かったし、うん、広かったし、なんか防犯のために中が迷路みたいになってるみたいな話してたじゃん、まあ、NHK というかテレビ局はねそういう風になってる、うん、そういう風な作りになってるらしい、うん、ほーって思った。あ、本当、うん、俺はもうあの名探偵コナン知識で、あ、コナン、コナンはあのテレビ局で見たことにより、なんだっけ、コナンが、うん、コナン君がテレビ局に行ってしまったことにより事件起きたからね。そうね、そうね。その時になんかテレビ局は迷路みたいな作りになってるんですよみたいなのがあって、うん、体はちっちゃく心は大きく名探偵コナンです。いや、なんか微妙になんかセリフ違うんだな。違う、コナン歌うしね。これだ、プシュッ、これだったね。下手したら拳銃より危ないやつ使うからね。そうだね、はい、でまあ収録行ってね、一緒に、緊張が蘇ってくるよ。あ、本当？緊張してるように見えなかったけどね。してなかったよ、あんまり。どないやねん。あのねあのね、スタジオはね広くてね、天井が高くてね、うん、そんなに居心地悪くなかった。あ、そうね、ラジオでも言ったかな、うん、なんかやっぱりある程度ね、精神的な疾患だったり、まあ、障害者と言われる人たちを、ゲストに迎えたりしてね、うん、スタジオだからスタジオですから、ある程度配慮がされてるのか、電気がね、なんかイメージとしてね、うん、めっちゃ明るいっていう、テレビ局のスタジオってそうそうそう、イメージでもなかったよ、うん、なんかライトがこうこうと照っていて、そうそうそう、バーって照らされてっていうイメージがどうしてもあったんだけど、うん、意外となんか暖色系のね明かりで落ち着いた、うんうん、なんていうのかな、うん、照明、そうそうそう、照明の下で、収録が行われて、うん、比較的なんか優しく作られてるなっていうセットとか、あのバナナさんも優しかった。レモンな、あ、レモンさん、レモンさん、間違えた、なんでバナナさんって言ったの。間違えた、色しか違うから。あの人黄色いから。いや、レモンさんね、レモンさん、ごめんなさい、MC をやられてるレモンさんがね、うん、すごく優しくフレンドリーに接してくれたね、うん、そうそうそう、収録前からちょっとご挨拶もさせてもらったんですけど、うんうん、ステッカー持ってきてね、うん、ご自身の、これ貼りやー、そうそうそう、これ貼りやー、これ財布に入れてたら、金アップするって言われてるよって言って、うんうん、いただいてね、いただいて、うん、すごくよく接してくれて、うん、で、ま
まあ和やかな雰囲気で、うん、あの収録もしてたと思うんですけれど、うん、あの一緒にねゲストとして登場され登壇というか、うん、収録に臨んでいた山田さん、うんうん、こちらの方がね、東京の方で、障害者当事者団体になるのかな、ポルケという、うん、はい、当事者団体の、彼がおそらく代表だと思うんですけれども、うん、同い年なんだけどね、そう同い年だったの話聞いたら、話したら、うん、すっごいしっかりしてて、うん、彼もねあの、まあ、番組上でも紹介されてましたけれども統合失調症を、うん、抱えていろいろ活動されてる、うん、すごく精力的に活動されてて、あのいろいろ収録後もねお話しさせてもらったんですけれども、うん、すごいしっかりした人だよね、うん、なんかね喋り方とかも話す話もだし、うんうん、何本なんか棒が入ってんだみたいな、そうそう、だからねちょっと圧倒されたよね、あの居酒屋でお話しさせてもらった時に、うん、あすごい深くなんていうのかな福祉、うん、あの精神のことも含めてさ、うん、真剣に考えて、うんうん、あのどうやったら、精神障害を持った、当事者がよりよく社会に、うん、適応して生きていけるのかっていうことをすごく考えて行動されてる方で、うん、うん、なんかもう僕自身ね、あの、まあ、ギャンブル依存症でうつ病で診断されたんだけど、うん、っていうのかな、あんまりもっとこうなればいいのにってまあ思う時はあったけど、自分からね行動して何か変えていこうっていうそういうモチベーションにはならなかったんだけど、うん、あの山田さんとお会いしてから、うん、あ僕も僕自身でもね何かできることがあればいろいろやらせてもらえればいい、もらいたいなって思って、うん、思うようにはなったね、うんうん、でいろいろ勉強してみたいなって、うんうん、まあそんな山田さんとの収録だったんですけれども、うん、だったんですけれども、はい、まあ2時間半の収録だったけれどね、30分にギュッと凝縮されて放送にはなりましたけど、ね、あの身体拘束のお話もされてましたけれども、はい、うん、しました、うん、身体拘束の話ね、しましたよ、はい、実際にね、まあ番組でもね、すごく嫌だったって話してたけれども、番組冒頭からもうすっごい嫌って言った、溜めて言ってたね、うん、もう結論最初にすごい嫌って言ったうんうん、うん、で、まあ、実際12日間番組でも話してたけど、うん、12日間の拘束があったわけだけど、最も辛かったのって何かな、何かな、最も辛かったの、もう動けないでしょ、うん、動けないから寝返り打てないのとか、うん、あの ほんと動けないのがとっても嫌だった、うん、動けないのが嫌、苦痛、うん、うんうん、苦痛とってもね、うんうんうん、まあ、なぜかと言ったら、うん、なんか自分がなんかわ悪いことをされた時、痴漢にあった時とか、なんか動けなかったっていう、うん、そういう過去があるから、うん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 、動けないってことが怖いんですよ、もうそもそも、あ、そもそもが、はいはいはい、私がね、うん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 、だからそれをもう動けないっていう状況が怖かった、すごく、はい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 、もうそれだけで、まあ、治療の一環って言っていいのかな、まあ自傷疑いの恐れがある人は身体拘束してもいいじゃないけど、うん、される可能性があって、実際夏美さんをされたわけなんだけれども、うん、まあそれをされることによってよりまた精神を蝕まれていくというか、うん、うん、拘束はね、された人はね、うん、ちょっと気持ちわかると思うんだけどね、うんうんうん、あのね、なんか一回拘束されるとね、うん、なんかもうこれがずっと続くのかなって思うぐらい、なんか拘束、あの体とか心も拘束されるというか、うん、あのフラッシュバックとか夢に出てきたりとかするようになっちゃってね、私の場合ね、うんうんうん、だから一回拘束されただけで、うん、でしょって、それもあなたが暴れただけでしょっていうことなんだけど、まあ、暴れたりしてたんだけど、うん、でもやっぱりちょっと拘束以外の方法を、他の方法を考えたいな、みんなでって私は思った、うん、まあ、まだ
家計と、うん、なんていうかビジョンみたいなのはないけれども、うん、なんかもっといい手立てがあるんじゃないかと、うん、まあ実際ね、あの国連の方では、高速、極端なさ長い拘束をするんではなくて、うん、例えばね、時間を決めて、うんうんうん、で3時間なら3時間って決めて、その3時間が経つたんびに関係者でもう話したり直接ね、うん、あの患者さんとどういう状況かとか、ね、コンタクト取って話したり、うん、でやるべきではないかっていう話はされてるみたいだけどね、うんうん、まあそういったお話も、まあこの放送がやってる頃には終わってるんだけど、シンポジウムがね、うんうん、1月の21日に行われて、うん、これもお話しするはずですけども、まあそれが21日にあるから、うん、2月に入ってからかな、このシンポジウムの、あの感想なりもお話しできるのは、うんうんうん、まあ皆さんお楽しみにっていう感じかな、うん、これも感じですね、うん、まあ聞いてる人って参加される人もいてほしいね、参加する人いてほしいね、うん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 、それでメールくれたりとかさ、なんかやってわちゃわちゃ見ましたよってね、うん、あまあ、深夜にやってるこのラジオ、どんぐらいの方が聞いてるのか分からんけどね、うん、そうな、ぜひ、参加される方は感想とかもしあったら聞かせてほしいね、ね、うん、はい、それでは、ここからが曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、本日紹介するのは、うん、ポルカドットスティングレイリドーです、うん、はい、ではお聴きください。大丈夫？なんか今日大丈夫か？大丈夫だよ。何が大丈夫じゃないように見えたの？声のトーンが葬式みたい。誰？俺？うん、めっちゃよ。いやそんなことない。なんで葬式みたいな声のトーンって。演技でも演技でもないマジで。だって元気かみんな。はい。でね、まあ私事になるんですけれども。1月年明けからね、はい、ギャンブル依存症でうつ病の僕ですけれども、はい、お世話になっていたね、ちょっと夏美さんが昔から通っていた、場所言わない方がいいんじゃない？いやもうでもハピュアンでねラジオもやってるし宜野湾市地域活動支援センターハピュアンの方で、まあ臨時のスタッフというか、はい、うん、お手伝いとして、働かせてもらってるんで、はい、もし、ギャンブル依存症でお悩みの方がいたら、まあ、解決策っていう解決策はないかもしれないけど、そうよ、解決策っていうのはなかなかないと思う、うん、お話はね、聞くことはできるんで、うんうん、一緒に悩むことができる、アドバイスというかね、まあ、そう一緒に悩むことはできるって、うんうん、でこうしてみたらとか、俺こんなしてたよとかさ、うんうんうん、いろいろ、相談に乗れることあるかもしれないんで、気が向いたら、うん、はい、いらっしゃってください。うん、まあもちろんギャンブル依存症のこと以外のことでもね、うん、全然ハピワンスタッフとして、できる範囲のことは、僕の方でさす、何かできることはしますし、他にもね、ちゃんと資格を持ったスタッフとかもいらっしゃいますので、うん、はい、何かあった時はハピワンまでぜひいらっしゃってください。はい、はい、もれなく夏美にも会えるかと思います。でし。はい、では、はい、はい、お聞きいただいているのはポルカドットスティングレイでリドーです、うん、はい、こちら、2022年9月にリリースされた、うん、ポルカドットスティングレイ4枚目のアルバムのリード曲として収録されました。リドーはね、うん、でこの曲はですね、アルバムリリースの前日にミュージックビデオが YouTube で、うん、ほぼ告知なく公開された、うん、で俺たまたまそれ見て、何これかっこいいと思ってから聞くようになった、うん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 、でまあなんか紹介としてね、ポルカらしさが凝縮されたような、う
異世界感あふれるかっこいいミュージックビデオですっていう話があるんだけれどもね、うん、でこの歌を歌っているボーカルのしずくさんっていう女の女性の方なんですけれども、うんうん、この人ねなんか面白いよ、うん、曲作りについてちょっとお話しされてるんですけれど、うんうん、曲作りにおいてはリスナーのニーズの把握を最重要視していて、うん、マーケティングをしていると、うん、調べて、はい、で自分の中からね、うん、内から溢れ出る思いとか、うん、体験を体験談みたいなのを曲に乗せることはないと公言している。で体験談がない、そうじゃないよって、まあちょっとはきっともしかしたらあるはずだけど、で基本的にはニーズに応えられる音楽こそが孫うことなき私のやりたい音楽だと言っているそうです。あ、じゃあなんかすごいなんか筋一本取ってる人っぽいね。そうですごい、ね、基本的にはあのみんなが求めている曲、なんかこれが、うん、なんていうのかな、まあ言ったら流行るんじゃないかとかいろいろ計算して楽曲を作ってらっしゃるという、ちょっと珍しいタイプじゃないかなと俺ちょっと思ったんだけどね。はい、そうやって曲作れるのすごいねって感じだよね。でリドどうでしたか、夏美さん。あのサビがめっちゃ頭に残る、愛してる愛してるのサビ。あ、そうそう、そこがなんかねポップで、そこやっぱり、うんうん、残る ね、 いいね、うん、リズムがいい感じで、そう、はい、そういうところが気に入ってます。はい、では楽曲紹介のコーナーでした。はい、メンヘラジオエンディングです。はい、はい、今日は、バリバラの先日放送されたバリバラのお話をちょっとさせてもらいましたけれども、はい、はい、バリバラも30分だったけどね、やっぱ30分だとね、うん、いろいろ語り尽くせない部分とか、うん、このラジオもそうですけれども、はい、あって、短い、そうそう、もうちょいなんていうのかな、原さんもいろいろ出したかっただろうね。そうですね、うん、いっぱい撮ってくれてたし、うんうんうん、いっぱい話も したからね、うんうんうん、結構押してね、そうまあ俺のところ削ってもよかったと思うあれはあえて出してるんでしょ。あ、本当？夏美さんの紹介のためにはあのシーンも必要だったのかな。そうかもしれないですよ、うんうん、まあね、でも見てくれてるといたのかわかんないですけど、うん、少なくともね、なんか、周り周囲にいる人は比較的、うん、あの温かい言葉をかけてくれてよかったよって言ってくれて、うんうん、堂々としててよかったです、素敵ですって言ってもらえた、うん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 、よく頑張ってねって、うんうん、ちゃんと喋れてたじゃんみたいなね、あったね、うんうん、夏美を何だと思ってるんだ喋れるぞ少し。まあ、毎回なんか噛んだりするけどね、ラジオでもね。そう噛んだりするこの番組やのとこもさっきもこの病院はって言っちゃったし、練習してる時にね練習してる時のは言わなくてもいいんじゃない。あ、そう、うん、あら失礼、湿気、はい、せっかく本番では今日は噛まずにほとんど、ね、そう今日噛んでないいけたんだから、うん、あえて、ね、失敗を話す必要はないですよ。そうですね、うん、あのバリバラでねお話したかったっていうので喋れなかった、はい、あの放送に入らなかった部分というのがね、うん、やっぱあってですね、うん、あの私は何もねその拘束をすると拘束が辛いって言いに行きましたけれど、うん、拘束が辛いのはそれは私は辛かったです、辛かったからそれを言いに行ったんですけど、うん、あの何も拘束してる人たち、医療関係者とか、うん、従事者の方たちが悪いことしてるだとか悪だとか非難するつもりはなくて無理解だみたいな、うん、そういう非難をするつもりでは全くなくて、うん、全然なくて、そう聞こえてしまったなら私のもう言葉選びチョイスとテンションと言葉のね、うん、そういう使い方の未熟さです、うんうんうん、はっきり言って、うん、なのでそうは思わないでほしいです、うんうんうん、私はもうそれも交えてみんなで考えたい題材として
この身体拘束とか、うん、そういう問題を話していきたい。うんうんうん、あの2人でいる時にちょっと話してたけど、あの夏美さん自身ももちろん拘束嫌だったって言ってたけど、うん、夏美さんから見てあの自分を縛りつけようとしている看護師さんたちももちろん辛そうにしていたと、うん、ごめんねごめんねと言いながら、うんうん、だからこうやってする側もされる側も辛いものをなんであえてやる必要があるのかっていう、もっとなんかそれに置き換わる、拘束に置き換わる何か、うん、いい方法があるんじゃないかっていうのをね、まだ答えはないけれどちょっと探していきたいなっていうところでね、模索していきたいなと思います、うん、それの第一歩だったと思っていただけたら嬉しいと思うんですけど、はい、そうですね。はい、ではそれでは本日のメンヘラジオはここいらでお開き。おお、もう早いの？今日も元気に病気中の中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、お聞きいただいた皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた来週。また来週。